こんにちは、筋肉流研究家リョータです。今回はヘルシーな節約食材木綿豆腐とシャキシャキ食感が特徴的なレタスを使って包丁いらずで簡単うま辛炒めを作ります。それでは材料のご紹介です。木綿豆腐1丁 300g、 レタス1/2個約 140g、 ごま油大さじ1、豆板醤小さじ1、料理酒大さじ1、醤油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2、おろしにんにく小さじ1/2、片栗粉小さじ1、胡椒少々、糸唐辛子お好みとなっています。なお今回はこってりとした味わいに仕上げるため、酒は調味された料理酒を使用しています。というわけで早速調理開始。まずは木綿豆腐の下ごしらえ。キッチンペーパーに包んで耐熱皿にのせ、600ワットのレンジで2分ほど加熱して粗熱を取りましょう。木綿豆腐はレンジで水切りしておくと食感がしっかりして調味料もより絡みやすくなります。木綿豆腐を加熱している間にレタスの下ごしらえ。芯を取り除いて食べやすい大きさにちぎりましょう。レタスは火が通ると縮むので、それも考慮してやや大きめにちぎるのがおすすめです。またレタスは手でちぎれば断面積が大きくなって調味料が絡みやすくなります。さらにレタスは金属に触れると酸化しやすく、包丁で切ると赤っぽく変色してしまいますが、手でちぎれば酸化しにくくなって炒め物もきれいに仕上がります。ただしレタスは葉の中に汚れが残りやすいので、ちぎった後はさっと水洗いしましょう。洗う際に水にさらせば葉が水分を吸ってよりシャキッとした食感に仕上がります。ただしさらしすぎると栄養も流れ出てしまうので注意しましょう。というわけで洗った後はサラダスピナーやキッチンペーパーを利用してしっかり水気を切っておきましょう。これでレタスの下ごしらえは完了です。続いてボウルで料理酒大さじ1、醤油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2、おろしにんにく小さじ1/2、片栗粉小さじ1を混ぜて合わせ調味料を作っておきましょう。基本的に炒め物は下ごしらえが終わったらノンストップのスピード勝負。特にレタスは火を通しすぎるとベチャッとしてしまうので、具材や調味料はあらかじめしっかり準備をしておきましょう。というわけで合わせ調味料の完成です。粗熱が取れた木綿豆腐は食べやすい大きさにちぎりましょう。レタスと同じく手でちぎることで断面積が大きくなって調味料がより絡みやすくなります。また今回はダイエット用レシピということで、ボリューム感を演出するためやや大きめにちぎっています。小さくちぎれば食べやすくなって味も染み込みやすくなりますが、ボリューム感はダウンしてしまいます。サイズの大きい小さいはお好みでチョイスしてみてください。というわけで木綿豆腐の下ごしらえは完了。次からはスピーディーに炒めていきましょう。フライパンにごま油大さじ1、豆板醤小さじ1を入れて弱火で熱しましょう。豆板醤はじっくり加熱することで香りとコクがぐーんとアップ、これでもうんじゃんという一歩手前ぐらいまでしっかり炒めましょう。豆板醤の香りが立ってきたら木綿豆腐を加え、中火で焼き色がつくまで炒めます。ヘラやターナーを使えば木綿豆腐も崩れにくく、豆板醤や油も絡めやすいです。また僕は特殊な訓練を受けているため何ともありませんが、タンクトップエプロンで調理する場合は油跳ねにご注意ください。さらにレタスを加えてさっと混ぜ炒めましょう。レタスは余熱でも火が通るので表面がほんのりしんなりすれば OK。 仕上げに合わせ調味料を回し入れます。片栗粉は沈みやすいので加える直前に改めて混ぜ直しましょう。調味料が馴染むまで混ぜ炒めたら、胡椒で味を整えます。火からおろし、お皿に盛り付けてお好みで糸唐辛子をのせて完成です。いただきます。水切りした豆腐はうま辛の調味料がしっかり絡んでジューシー、さらにレタスのシャキシャキとみずみずしい食感のおかげで、ただ辛いだけでなく最後まで食べ飽きることのないバランスの取れた一皿に仕上がっております。合わせ調味料に少しとろみをつけたおかげで、レタスの旨味も逃げることなくしっかり絡まって、ベチャッとすることもなく食感も楽しい一品に仕上がっております。木綿豆腐とレタスをちぎって炒めるだけでヘルシー、ダイエットだけでなく節約にも嬉しい一品で、これはまさに簡単ヘルシーでありがとうとありがとうふな一品に仕上がっているので、ぜひ作ってみてください。今回のレシピのポイントです。木綿豆腐はレンジで水切りしておくとより食感がしっかりして調味料も絡みやすくなります。
レタスは火が通ると縮むので、それも考慮してやや大きめにちぎるのがおすすめです。またレタスは葉の中に汚れが残りやすいので、ちぎった後はさっと水洗いしましょう。洗う際に水にさらすことで葉が水分を吸って、よりシャキッとした食感に仕上がります。ただしさらしすぎると栄養も流れ出てしまうので注意しましょう。洗った後はサラダスピナーやキッチンペーパーを利用してしっかり水気を切っておきましょう。木綿豆腐は大きめにちぎれば炒め物がボリューミーに仕上がります。一方小さくちぎれば食べやすくなって味も染み込みやすくなりますが、ボリューム感はダウンしてしまいます。サイズの大きい小さいはお好みでチョイスしてみてください。豆板醤はじっくり加熱することで香りとコクがぐーんとアップします。味に深みを出すために、焦げてしまうかなという一歩手前くらいまでしっかり炒めましょう。具材を炒めるときにはヘラやターナーを使えば木綿豆腐も崩れにくく、豆板醤や油、合わせ調味料も絡めやすくなります。レタスは余熱でも火が通るので、表面がほんのりとしんなりしたら合わせ調味料を回し入れましょう。レタスから出た水分ととろみをつけた調味料が絡んで、旨味たっぷりの炒め物に仕上がります。というわけで材料2つ、しかも包丁いらずで簡単、お財布にも優しいヘルシーな旨辛炒め、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。